どうも皆さんこんにちは、BT ヒゲです。今回の動画は、前回あった NPC が石を持った理由に関する考察の補足兼、個人的に人様に見せるには不十分だけど、動画にしたい考察をまとめて紹介したいと思います。先に言っておきますが、今回の内容は私の中でも答えが出ていないものが多いので、ぜひコメントで皆さんの考えも教えてください。要は没考察置き場ですね。まあ、いつものようなガチガチの感じではなく、ダラダラ気ままにやっていきましょう。というわけで、まず最初に前回の動画の補足。前回の考察では、天意後の世界とユグドラシルの比較と、天意による NPC の石の獲得をテーマにやっていたわけですが、コメントでいくつか指摘があった通り、プレイヤーに関しては全く触れませんでした。まあ、触れなかったのにはそれなりの理由がありまして、そもそもプレイヤーの天意と NPC の天意は、状況的には完全に別物だと思っています。これを説明するには、オーバーロードで最もでかい謎について話さなければなりません。題して、プレイヤーは本当に異世界転生をしているのか問題です。今日に至るまで様々な異世界転生作品が世に出ているわけですが、コンビニから出たら異世界転生、一度死んで新しい自分として異世界転生など、経緯は様々ではあるものの、いずれの場合でも本人が転生しています。しかしオーバーロードでは、厳密に言うと本人が異世界転生しているわけではありません。例えば本作の主人公である鈴木悟くんの場合だと、鈴木悟という現実世界の人間が異世界転生しているわけではなく、ユグドラシルのアバターであるモモンガが鈴木悟の人格を有して異世界転生しています。ではこの場合、今現在異世界にいる鈴木悟は、果たして本物の鈴木悟なのでしょうか？もしかしたら現実世界の鈴木悟の魂的なものが乗り移ってるのかもしれないですし、逆に今エンズとして活動している鈴木悟は、本人の人格をコピーした別人で、もしかしたら現実世界の鈴木悟はサービス終了とともに日常生活に戻っているのかもしれません。これは作者の久我根先生を除いて誰にもわからない問題なのです。また、これに付随する問題として、オーバーロードという作品において、どこからどこまでがファンタジーなのかがわからないという問題もあります。例を挙げると、現実世界、ユグドラシル、天意後の世界を全部ひっくるめてファンタジーなのか、はたまた現実世界はあくまで我々読者の住んでいるような、魂や命はただの概念に過ぎないリアルな世界で、異世界転生はユグドラシルというゲームの世界と天意後の世界の二つで起きたフィクションの介入なのか、これも解釈次第でその後の結果が分かれます。ご覧の通り、プレイヤーの天意に関しては完全に謎な部分が多く、それゆえにプレイヤーの天意と NPC を一緒くたにできないと判断したので、前回の動画では NPC とユグドラシルと天意後の世界に焦点を絞った考察をやりました。まあ、この辺の話については読者間で色々考えがあってもいいですし、答えはないのかなと思います。という内容を、本当だったらオーバーロードの現実世界の解説の時にやろうと思っていました。今思えば、先にそっちの動画を上げてから今回の考察を投稿した方が絶対良かったですね。まあどんまいということで、次。データと魂の関係はあくまで呼び方が違うだけで一緒なのではないか問題。これも少々説明不足でしたね。先に結論から言いますが、あくまで同じような役割を担っているだけで、私としては完全に別物だと思います。ピンとこない人はガソリン車と電気自動車の違いみたいなもんだと思ってください。で、前回の動画内でも説明したように、ゲームと現実の差というのが最大の理由ではありますが、それ以外にも、ユグドラシルの能力では天意後の世界の魂由来の産物を測れないというのもあります。例えばガゼフが持っていた竜の秘宝。あれは魂を用いて発動するワイルドマジックで作られた代物ですが、ユグドラシルの能力では数値化することができません。これについては久我根先生も言及しており、ユグドラシルのマジックアイテムが数値で評価できるとすれば、竜の秘宝は ABC 評価で表すと例えています。なので、仮にデータイコール魂なのであれば、竜の秘宝もデータ量として通常のアイテムと同様に数値化できるはずです。また似たようなケースとして、おそらくワイルドマジックの発動の際に消費する魂も、ライフエッセンスやマナエッセンスでは見抜けないと思われます。一応鎧遠隔操作アーセンではワイルドマジックの発動の際に HP の消費がありましたが、あれに関しては消費した HP を見ていただけであって、厳密に言うと消費した魂を見ているわけではありません。その証拠に、純粋に魂だけを消費して発動するキュアイリムのワイルドマジックは HP も MP も消費しないので、
亡国の吸血鬼での鈴木悟は、キュアイリムが保有している魂がどれくらいで、あと何回魔法を使えるのかについては最後まで見抜けませんでした。なので、鎧遠隔操作ツアーがワイルドマジックの発動の際に消費する HP はあくまでコストである、もしくは魂の消費の一側面でしかない可能性があり、厳密に言うと魂そのものを企画できているわけではないと思われます。以上の点から、データと魂はそれぞれに独自で存在するものであると同時に、双方の世界で同じような役割を持ちながらも、データと魂にしかない固有のシステムが設けられているのではないかと考察しました。いずれにしても、ユグドラシルで設けたデータが転移後の世界で発揮されているのは事実なので、その辺は問題ないかなと思います。では最後、ルーンについて。これですね、本当は前回の動画の時に一緒に考察する予定でした。ただ、内容を煮詰めたら鍋の中が空になるという考察あるある現象が起きたので、本当はもっと整理してから動画化する予定だったんですけど、前回の動画のコメント欄でルーンについて触れている人がいたので、こやあわしもやらない感じよということで、補足という形ではありますが動画化することにしました。では、本題に入る前にルーンについて簡単におさらいしましょう。皆さんご存知の通り、ルーンとはアニメ4期のドワーフ編で登場したマジックアイテムを作成する技術のことです。転移後の世界で一般的な技術であるマジックキャスターによる魔化とは異なり、専門の交渉が魔力を帯びた文字であるルーンを対象のアイテムに刻むことで魔化を施します。付与できる効果はそれぞれのルーン文字ごとに決まっており、刻めるルーンの数は交渉の腕によって変わります。つまり、めちゃくちゃ腕のいい交渉が強力なルーン文字を大量に刻めれば、必然的に強いアイテムが出来上がるという仕様ですね。また、ルーンによる魔化は基本的に元手を必要としません。これは強力なマジックアイテムの作成に強力なデータクリスタルを必要とするユグドラシル、魔化の際に材料費がかなりかかる一般的な魔化技術と比較して、非常に優位な点でもあります。ただし、ルーンを刻む工程が通常の魔化と比較して時間がかかること、ルーン製のマジックアイテムはルーン以外の魔化を弾くという性質上、他の魔化技術との併用ができないということ、過去の国難なども相まって現時点ではロストテクノロジーになりつつあるので、既存の魔化との性能的な差別化ができていないというのが現状です。ざっとまとめてみましたが、ルーンという能力自体はすごくシンプルですね。ただ、ことルーンの来歴という話になってくるとめちゃくちゃ難しくなってきます。まず、ユグドラシル時代にもルーンというもの自体は存在しました。しかし、ユグドラシルのルーンはあくまで外装、見た目だけの代物に過ぎなかったので、ルーンというマジックアイテムを作る能力があったわけではないとされています。もっとも、これはアインズの知る限りの知識でしかないので、もしかしたら人知れず埋もれていった能力である可能性も考えられますが、作中でアインズが持っていた20のルーンが刻まれた剣のように、ルーン製ではないけど、ルーンが刻まれたアイテムというものは存在します。その上で、ルーンというのはファンタジー的に言うと北欧神話に起源を持つものであり、どういう経緯でこの世界に根付いたのかが不明です。作中でアインズがやたらとルーンに食いついていたのはこの辺が理由だったりしますね。以上の点を踏まえた上で、転移後の世界のルーンの起源についていろいろ考えてみようと思います。まず最初に、ユグドラシルにルーン技術が存在した可能性について。前述した通り、ユグドラシルにルーン技術が存在しないというのはあくまでアインズの知る限りの話なので、もしかしたらアインズが知らなかっただけでユグドラシルにもあったのかもしれません。ただ、現状ユグドラシルにもルーン技術があったとされる情報が何もないので、今の段階ではあったかもしれない以上のことは何も言えない感じですね。ちなみに、個人的にはないと思っています。というのも、まずルーンをユグドラシル的に要約すると、データクリスタルを用いないマジックアイテムの作成手段ということになります。データクリスタルを使わないということは、本来必要な厳選作業が不要なわけで、仮に通常のアイテムと変わらないスペックのアイテムを作れるならかなりのぶっ壊れ能力ですし、逆にそれ以下のマジックアイテムしか作れないのであれば、他の魔化との併用ができないという性質上、超絶微妙な能力になってしまいます。また、ユグドラシルで誰にも発見されず埋もれた能力であると仮定した場合、アインズのエクリプスのように習得難易度がかなり高いクラスであると予想できますが、才能のないゴンドですら習得できるものであり、習得できる段階も割と早い方なので、この可能性もないかなと思います。あと考えられるパターンとしては、生産色ではないルーンの可能性ですね。実はウェブ版のナザリックの膨張ギミックの中に、名前が全く同じルーンスミスというものがあります。この能力については特に説明されていませんが、作中での描写を見る限り、ルーンによって魔法を発動させるもののようです。名前自体は同じではあるんですけど、マジックアイテムを作るルーン技術とは能力がかけ離れています。
加えて、仮に同じギミックが書籍版ナザリックにも搭載されているのであれば、ルーンの話題が出た時にアインズが触れないのは不自然です。以上の点から、双方の能力はウェブと書籍で完全に別物であり、ユグドラシルにルーン技術はなかったのかなと思います。そうなると次に考えられるパターンが、転移後の世界で生まれた能力である可能性ですね。これも少し難しい部分ではあるのですが、先に言っておくと、純度 100% で転移後の世界産の能力ではないと思います。というのも、転移後の世界は異世界なので、基本的に我々のよく知る文化、言語、宗教、神話といったものは存在しません。同じものであったり似通ったものもありますが、大抵の場合でユグドラシル由来のものです。それを踏まえた上で、前述した通り、そもそもルーンとは北欧神話に起源を持つものであり、ジャンルに限らず遡れば大昔のゲルマン民族の文字です。その上で、いくつかのルーン文字は双方の世界で共通していることから、おそらくルーン文字自体は転移後の世界で編み出されたものではなく、ユグドラシルからの輸入品であると思われます。そうなると、ユグドラシルでは特に何の効果もなかったものが、転移後の世界で能力の域にまで達しているということになるわけですが、これ自体は普通にあり得ると思います。まずアイテムに限った話でいくと、転移後の世界では特定のアイテムや物に魔力が宿る自然現象的なものが存在します。代表的なものだとグラニエット碑文なんかがそうですね。あれももともとは深淵なるムクロが名簿代わりに使っていた石碑ですが、時間経過とともに魔力を帯びた碑文になりました。この自然と魔力が宿る現象についてはフールーダも言及しています。もっとも、今回の場合はルーンというある種の概念に魔力が宿っているケースなので、前述した内容と全く同じ状況というわけではないですが、もともとルーンは魔力を秘めた文字という下地があるものなので、ありえない話ではないでしょう。また能力に関しても、転移後の世界における歴史上の偉人、もしくは神話をベースとしたクラスが登場しています。代表的な例だと15巻で登場したアデプト・オブ・スルシャーナなんかがまさにそれで、スルシャーナは過去のプレイヤーの名前ですが、そのままクラスとして昇華されています。こういったケースも存在するので、ルーンという能力が転移後の世界で新たに生まれたとしてもおかしくないと思います。ただ、ルーンというある種の神秘が存在して、そこからそれを扱う能力が生まれたのか、はたまたルーンを扱うクラスが生まれて、その能力としてルーン文字が意味を持つものになったのか、もしくはその両方なのか、この辺については現時点ではわかりません。もっと情報が欲しいところですが、多分出ないでしょうね。で、前回の動画でこの考察をやらなかったということは、残念ながら没になりました。まあ、没になったのにはなったなりの理由がありまして、まず一つ目に、転移後の世界のルーンの数は、現実世界のルーンより圧倒的に多いという点です。我々の世界でよく知られている北欧神話のルーン文字の数は、ケースバイケースではありますが、基本的に約25種類であるとされています。それに対して、転移後の世界のルーンは最低でも90文字あり、その数は既存のルーン文字の3倍以上です。もっとも、既存のルーンの中には時代の流れで派生した亜種的なものも存在するので、それらを全部足したらギリギリ90に届きそうではあるのですが、もしも転移後の世界のルーンが被りなしで90文字ある場合は余裕で転移後のルーンの方が多いです。これはユグドラシルのルーンがもともとそれぐらいあったからなのか、転移後の世界で新たに編み出されたルーン文字なのか、はたまたオーディンの自殺未遂でいたルーンの知識は25文字よりもっと多かったからなのかは知りませんが、少なくとも現時点では来歴不明のルーンが存在するというのが一つ目の理由ですね。二つ目の理由は、そもそもルーンの来歴に関する情報が皆無という点です。先ほどルーンについてあだこうだと考察してみましたが、それらはあくまでそういう前例があるからルーンでもあり得るだろうという話なので、厳密に言うとルーン自体に前述した考察を匂わせるような情報が出ているわけではありません。そういった意味ではユグドラシルにあるかもしれないという考えと言ってることは同じです。それに加えて、先ほどのルーン文字の数の違いといったいくつかの疑問点についても説明できているわけではありません。結局この辺をしっかりまとめて説明できる発想力とセンスが私にはなかったので、残念ながら没になりました。ただ、没なりに使い道はあると思うので、ぜひ皆さんが考察するときの参考にでもなれば幸いです。というわけで本日の動画は以上です。皆さんお疲れ様でした。今回は補足と没考察ということで、いつもよりふわっとした内容になってしまいましたが、たまにはこういうのも面白いと思って動画化しました。まあ考察するだけならただなので、ぜひ皆さんもいろいろ考えてみてください。では、また次回会いましょう。それじゃあ皆さん、さいならー。